暑い日が多くなりましたね。日差しが強くなってきて夏が近づいているのを実感しています。6月のスピードチャンネル、おすすめ番組はこちら。2023年アジア自転車選手権トラックでは開催中、毎日デイリーハイライトをお届け。さらに30日には日本人選手の活躍をまとめたザ・ロードトゥーパリも放送します。お見逃しなく。村上義弘さんが競輪の魅力を広める広報部長に就任。初回は村上さんも認める実力を持つ深谷智博選手と前行について語り合います。ガールズ競輪にも G1 が新設され、新たなステージが始動。今回は第1回パールカップでのガールズたちの激闘、その舞台裏をお届けします。新番組をはじめ、見逃せない番組が6月も盛りだくさんです。スピードチャンネルのチェックをお忘れなく。